まあいろんな方が相談に来られると思うんですけど、うまくいってないけどこの人とどうしても結婚したいみたいな場合もあるじゃないですか。ありますあります、多いです。でそれで占い的には完全にないんだけど、はい、っていう場合どうするんですか。僕ねじ曲げ方を知ってるんで、はあ、どうしたら結婚できるかまでアドバイスできます。ただし僕占いをとても外すことができるんですよ。本来結婚できないけど、じゃあどうしたらよし考えましょうか、このタイプこう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 なんでって言って、うんうん、それに合わせていけば人ってある種悪く言ったら騙せるので、はい、そこまで持ってきます。でもそこから先は、そこから先は、注意点をいくつか言っておけば、うん、爆弾さえ踏まなければ大丈夫です。でもまあそれで結果うまくいかなくなる人もいるので、まあ、それよくならないよねってあるけど、でも事前に癖を伝えておけばこういうとこあるから、であなたもこういうとこあるからここが合ってないからってことを言えば、はいはい、例えば謝んないとか、うん、我が強いからってとこを伝えておけば、うん、両方に伝えておけば、あこういうとこあるんですうちの奥さんはって納得さえすれば人間そこ大丈夫になるんで。なるほどね。僕本当占いはいい意味で信じてますけど悪い意味で信じてないので、ほうほう、外す方法がすごい分かるんで。まあゲッターズさんで統計学ですもんね。そうですそうです。過去こういう人がいてこういうパターンで行動パターンからしてみると絶対隙間が見えてくるんで、うんうん、全部絶対占い当たらないんで、じゃあここ外しに行こうと思えば逆のこともできるので。もう結婚相談所とかやったらいいんじゃないですか。すごい成婚率だと思う。まあでもあの自分のイベントで結婚してる人もたくさんいるので。イベントやってるんですか。占い合コンってイベントやってて。いやさすが、もうやってらっしゃったんだ。もう十何年やってんの、14、5年やってます。で男50女50をまず募集して、はい、でまあ相性いい人をまず探さなきゃ、一回全部占うんですけど、うん、応募が2000とか3000くるんで、だーって人取り、まあ運気悪い人も外したりとかバランス見て入れて、で全員の相性を調べて、全員のあなたの運命の人の番号を全員に配るんですよ。で男5女5の、まあ、コンパですね、はい、で15分コンパしたら次の席移動みたいな感じで、うんうんうん、10箇所回ってやる。で相性おた、これが難しいの、相性って自分から乗ってて相手から乗ってないパターン。なるほどね、ある。お互い乗ってたら恋愛先交換していいですよしてあるから、はいはい、2人あ私乗ってます、僕乗ってないです、で乗ってる乗ってるってなったらじゃあ相性いいんでって交換しましょうみたいな。へえ、そうか。でも自分で運命を変えることはできるんだな。まあでも田中さんの場合は本当さっき言った高騰して、まあ、まあ来年もあるんですけども、ここすごく大事なんですよ。うん、これはその結婚だけではなくて仕事においても結構転換期になる年っていうことですか。大事です。ちょうど今新しくしていきたいとか前に進むって時が来てるので、うん、挑戦したいも含めて、はい、ちょうど動こうとか出てきてるので2021年、まあ、22年含めてここから田中さんはどんどん変わってくるので。仕事で大きな偉業を成し遂げますか。あでもルールを変えるって出てるので、うん、お金稼ぐ星と、まあでももうすでにやってますけど、ちょっと違う道をルートを作ってるので、うんうん、田中さん独自の空間とか席ができるので、それは仕事的にはすごいですよ。本当ですか。でもそっか、私にその気がなければもう今仕事ってなってたとしたらもう仕事の方で転換期を迎えて、うんうん、いい方向に向かっていく、はい、だ仕事と結婚しましたみたいになっちゃいますよ。いやそれも嫌なんだけど、 それも良くない、まあ、そういう方で幸せな方ももちろんいるんですが、うーんそうですね。次の大きい変化が2021、22、うん、24年ですから、おオーソドックスの占いと2024の結婚期が一番ベタなんですけど、へただ21、22が結構大事なんですよ、はい、すごく、はい、いい人に会うんですよ。まあ、でも確かに作品が変わるごとにメンバーも変わるので、はい、チャンスは、はい、ありますよね。ありますよね、はい、でも9月に入ったらちょっと違うんですよね。9月前に会っとけばいいです。8月いっぱいに会っとけばいい。衣装合わせとかあるかな8月に。9月だけ微妙で10月はまあまあ 11月末はいいですよね。12月あと年末に見て、うん、この人かなって出てくるかもしれない、ね、もし飯田さんが見た人で、はい、あれこの人田中さんとバッチリじゃんっていう人がいたら教えてもらえます。なんで俺そういうこと斡旋しなきゃいけないんですか。それも教えてもらえるかもしれないですよ。そうそうそう。でもこれ本当他のところで演者さんじゃなくて一般の方でも、はい、飯田さんもしあったら言ってくださいみたいな、そんな人会うわけないじゃんって言った、うん、その夜にたまたま村の人が今日会った人とめちゃくちゃ相性いいって連絡して繋いで結婚した人います。すごい。でもこれ運です本当に。そんなことも少ないんですけど、何これと思って、めちゃくちゃ今日会った人で相性いい人会いますって連絡先教えたりとかしたことあります。イケメンだったらお願いします。見てきてイケメンを俺調べて田中さんと相性いいですよってやんなきゃいけない。
いやでもじゃあどっかで会ったら連絡しますよ。お願いします、ぜひぜひ。向こうには言わないでくださいね、一応なかなかみんなみだと言わずに伏せて、一人めちゃくちゃ相性いい人といるんですよって一回私に見せてもらって、なんでじゃあこの人だったら会ってみようかな。何このラジオあとなんだっけ、はい、聞きたいことあったんですよね。なんでもどうぞ。あとなんか2021年海外につながる仕事をしてほしい、海外からのオファーとかがあれば積極的にっておっしゃっていて、あ、海外わかります、海外の星は持ってます。え、写真集は中国とかで売れますかねだってさ、この人が誰なんだってなったら、まあ、あ、まあそうです、そういうことですね、うん、この人が出してる写真集があるぞって言って、はあ、めっちゃ売れるんじゃないですかねえ、はあ、やっぱ中国訳用意してもらおうかなあ、出してないんですか、まだ。まあ、出してないです。台湾とかすぐ出せますよ。ね、台湾でヒットすると中国でヒットする法則ありますもんね。へぇー。あ、じゃあ、ハオ。急に喋り始めた。でも、田中さんでもそのお金のこととかもビジネス感覚の詞持ってます。芸術系もって感性って結構バランスがいいので、うんうん、ただ、根が怠け者と頑張り屋さんじゃないので、はい、負けず嫌いじゃないし、本来。プライドは高いんですけど、そうそう、比べれることで嫌いなので。はい、田中さんの魅力はそのまま出てくるので、へえ、まあいっかって思った方がいいですよって出会った頃からずっと言われてて、はい、それこそ10年以上前から言われてて、はい、 で、 で最近ちょっとそう思おうと思って、はい、考えてもしょうがないことがいっぱいあって、はい、あの今まで比較的アナウンサーの仕事も雑誌の仕事も自分でこうって思ったことは思った通りに出てたんだけど、はい、あの作品の本当に一部となって、うん、あの何の発言権もないし、これ仕切ってるのも監督だったりとか、うん、プロデューサーとかだったりとかすると、もう自分の意向ってほぼゼロなんですよ、うん、っていうところに身を置いてると、まあいいかって思わざるを得なくなってくるなと思って、うん、はいはい、今いい訓練なんですかね。でもいいんじゃないですか、でも分業ですもんね、うん、ね、任せるのも任せとか、プロがよりうまくやってくれるんじゃ、自分は演技やろうとか伝えておこうっていうのをやっていけば、それいいかと思うことすごくいいんですよ、うん、で専門職極めると本当に一番才能開花しますし、うん、より評価されるから、で年々芸術アートが強くなりますから。え、芸術ってお芝居も、お芝居含めてもデザインするとか絵を描くとか、まあ、でプロデュースするみたいなことを田中さんいずれやってくるんで、あ、そうそう、今ネイルポリッシュをプロデュースしましたよ。そうなんですか。今月発売のビューティー誌で。でもいいですね。服もやってましたよね。あ、服もやってました。あ、おかげさまで服もすごく大好評で、いや、そりゃそうで、服で成功するお仕事持ってますもん。そのデザイナーで一番金持ちになりますよ、最終的に。デザイナーでお金持ちになるの、私。え、自分のブランド立ち上げて。え、その時名前とか相談していいですか、ブランドの名前。何でもそう相談して。だって番組名とかもゲッターさん占ってますもんね。知ってますよ。やってます、やってます、はい、よく知ってますね。あの、私 TBS の制作の人も知ってるからTBS も竹君も結構やってますね。ねえ、自分付けた名前で長くやってるのまだありますもんね、何曲か。それ言えないですよね、内緒。うん、まあ、内緒ですね。それいくらぐらいもらうんですか、それって。これ全部タダなんですよ。今まで一回もう占いで基本的にお金もらってないので。そうなんですよ。番組タイトルつける時も一回ももらったことないです。びっくりすることに、ゲッターさん道でとか電車とかで会って、うん、占ってくださいって言ったらお金取らないって言ってて。取らないです。昨日も焼肉屋行ったらたまたま知り合いがいて、はい、まあ、ジュース見ますよ、そこ行って全員占って、うわ、店員さん占ってみたい。やっぱ本が売れてるのか。いや、本が売れてますけど、売れる前からやってますから、ね、そうか。なんでそんなにお金持ちなんですか。でもお金を取ろうとかお金持ちになろうとして人ってお金持ちにならないんですよ。わかります。お金って感謝の対価なので、うん、人のために一生懸命来て、僕はあんま自分のことはあんま考えてない、人がみんな喜ぶことを手助けしようなと思ってたら、うん、結果それが返ってくるので、なんでお金お金って考えないので、基本的にお金はいただかなくてもなんとかなるので。あったかいお話いただきましたということで、今週はこのあたりで、来週もうちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど、リスナーの方にも有益な情報をね、下半期頑張ってもらうための、はい、伺いたいと思います。